Hey guys, こんにちは、アレックです。今日はね、すごくいい天気です。暑くなってきましたね。でもね、今日ね、ちょっと朝、外で日焼けをしました。ちょっとね、さすがに僕、まあ大会とか出ないんですけど、すごいね、白かったんで、まあまだ白いんですけど、すごい白いんでね、タンニングをしてます。で、今日はね、東京に行く1日前です。今日はね、久しぶりに小学校の頃から仲いい友達とトレーニングを一緒にします。でもその前にプロテインシェイク。まずはバナナをこれぐらい、まあ4分の3ぐらい入れます。そしてナッツ、これはね、くるみのナッツです。これを一握り入れます。それとね、プロテイン、これ1スクープなのでタンパク質 25g ぐらいです。じゃっとこれを入れて、それとオートミール、もうバッとね、いつもやってるんで入れる量は大体わかります。これぐらい。それとコストコで買ったラズベリーとブルーベリーとブラックベリーのね、凍ったやつを入れます。これを入れるとね、すごく美味しくなります。こんな感じで中に入れました。それともちろんシナモン、シナモンはね、脂肪燃焼にもいいですし、まあ、味も美味しくなります。それと低脂肪牛乳1カップぐらい、ぶわっと。やっぱりね、暑いんでもちろん氷も入れます。スイッチオン。美味しいです。めちゃくちゃうまい。このシェイクね、結構すごいお腹いっぱいになるんで、食事の代わりっていう感じで飲んだ方がいいと思います。まあ飲むことをおすすめしますっていう感じでね、今ね、友達迎えに行って、僕の友達京介と今日はね、背中のトレーニング、僕はちょっと上半身胸もやりたいと思います。なのでね、ジムでトレーニングします。京介どれぐらいトレーニングしてんだっけ？俺は本格的に始めて1年ぐらいかな。1年ぐらいか。 そっか、トレーニング楽しい？楽しいよ。いやでも東京オリンピックがあるじゃん。うん。だからさ、その時にさ、外人が来た時にね、ああ日本人の体がねなるとああそっか、そのためっていう、だからそのチーム日本人で頑張ろうぜっていうオッケー、いいモチベーションだねみんな頑張りましょう。頑張ろう。Hey guys、ということでね、京介は最初に5打式デッドリフトをやりました。ここではね、彼の最初のウォームアップのセットで70キロでやってます。僕はね、5打式デッドリフトやったことないんですけど、結構効くみたいです。そしてその間にね、僕はベントオーバーローを久しぶりにやりました。これがね、僕の1種目目で、ここでやってるのがウォームアップ70キロです。ちょっとね、動きに慣れるために反動をつけてやってます。そして京介の5打式デッドリフト2セット目は90キロでやってます。結構ね、ゆっくりとした動きですね。ちゃんと効かせてるっていう感じがします。そして僕は2セット目、ここでは35、35、70、90キロ、90キロ、僕も90キロでローイングをやってます。そしてここでは京介の最後のセット110キロでやってます。そして僕はね、3セット目のローイングは80キロに下げてやりました。ローイングをするときにね、床と背中を平行にしなければダメだというね、人もいると思うんですけど、僕はそのように平行にしなくても全然ね、ラットに効かせることができると思うので大丈夫だと思います。そしてね、次のエクササイズは懸垂です。懸垂ね、いつも10キロ、15キロと重りをつけてやるんですけど、今日はね、全部体重でやりました。ここではね、
グリップ広め、そして次はグリップ狭めっていう感じで、これを2セットずつ両方やりました。まあね、全部のエクササイズに対して言えることなんですけど、あの降りてくるときネガティブをねゆっくりとすると懸垂は特にね本当に効くと思います。そして懸垂をやってる間に京介はねあのシュラックをやってました。そして次に一緒に移ったエクササイズはラットプルダウンです。僕はねあのいつも広めでグリップを持ってやってるので、今日はちょっとね変えてみようと思ってグリップ狭めでやりました。でもねここでもあのウェイトを下ろしてくるときにネガティブをねちゃんと意識してゆっくりとやってます。このエクササイズはね全部で3セット8レップから10レップをやりました。そして京介はねここでローイングのマシンをやりました。僕はねもうちゃんとフリーウェイトでローイングをやったのでここではやりませんでした。このローイングのねマシンが終わった後は最後の締めのエクササイズバイセップカールに移りました。これはね全部で3セットまた8レップから10レップをやりました。ここでは30キロそして次35キロを2セットっていう感じでやりました。そしてねこの後にもあのダンベルでのバイセップカールをやったんですけど、それはねちょっと録画しませんでした。でもねあのそのダンベルでのカールも3セット8レップから10レップっていう感じで、なのでバイセップのエクササイズは全部で6セットやりました。ちょっとね今風邪ひいてて声が鼻声なのでちょっとね声変だなと思ったらすみません。筋トレが終わりました。すごいいいセッションでしたね今日は。だね今日はね、何年ぶりだ一緒にトレーニングしたの。この前の抜けば、この前の抜けば1年以上だよね。いやもう2年とかだったね。かなりでかくなったよね。なんか頑張ってますねみんなトレーニング。まあね今日あの胸もやるって言ったんですけど、やっぱり背中とバイセップで終わりました。それでね今からお腹が空いたので中尾に行きます。で丼をね、まあ、安く食べられるので行きたいと思います。そこからねまたアップデートします。でも本当にね今日はいい天気ですね。おおおー、僕は親子丼そして味噌汁サラダって感じで、京介は牛丼の大盛りですね。ゲインスこれからね食べます。そしてね今日の最後の食事、すごいシンプルなねサーモン、それとサラダ、きゅうりとねトマトとレタスを混ぜたやつ、それと納豆 30g 一つ食べます。でね今日の食事はこれで終了です。でね明日東京に行きます。また飛行機とか乗ったり電車乗ったりとかで食べれないことが結構続くと思うんで、これからねプロテインバーを3、4本作りたいと思います、明日食べれるように。でねその作り方動画もねこれから撮って、今日はもう1日終わりにしたいと思います。なのでねまた次の動画でお会いしましょう。ではこの次まで。